ゴーカーチャンネル。ゴーカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今回はホンダの CR-V ですね、こちらをご紹介したいと思うんですけれども、ホンダの CR-V というと、まあ、その SUV の走りとしてですね、結構長い間君臨していました。初代が登場したのが1995年、私がまだ小学校ぐらいの頃で、まあ、小学校の頃から車は好きだったので、当時のことを覚えていますけれども、まあ、その前年にですね、トヨタからラブ4という、車が出てまいりまして、そのラブ4が、まあ、その前までは、どちらかというとオフロードを重視にするような四輪駆動が多かったんですね。例えば三菱のパジェロですとか、トヨタのランドクルーザーとか、日産のテラノとか、イスズのビッグホーンなんていうのもありましたけれども、そういった車が多かった中で、街乗りをメインとしたこういう、まあ、今となっては当たり前になった SUV なんですけれども、こういった車が、一番最初に提案したのがトヨタのラブ4だったと記憶しています。その翌年に出てきたのが初代の CR-V でした。で、当時はですね、ホンダは初代のオデッセイを、発売した時にですね、クリエイティブムーバーというような題目で車を発表しまして、オデッセイが第1弾だったんですが、この CR-V はその第2弾として登場してまいりました。まだ当時としては値段も200万円するかしないかぐらいの値段でしたし、サイズも5ナンバーで収まるというような、少しサイズは5ナンバーを超えてたかもしれませんけれども、まあまあ今の CR-V に比べたら随分コンパクトな、車だったことを思い出します。その後の2世代目も同じような、まあ、どちらかというとキープコンセプトなモデルでして、まあ、この2代目の CR-V もなかなかいろいろ新しい試みがあって、サイドブレーキの位置なんかが面白かったっていうのを私も覚えていますけれども、3代目あたりからちょっと CR-V のこのコンセプトがだんだん変わってまいりまして、どちらかというと高級路線に、変わっていきましたね。で、4代目も同じような路線だったんですが、まあ、4代目の CR-V で一旦、日本から CR-V っていうのは名前を消したんですけれども、ここへ来まして、復活というような形になりました。まあ、復活というよりも、海外の方では CR-V そのまま5代目が売られていたんですけれども、その海外で売られている CR-V を日本でも売ろうということに今回なったわけでございます。で、最初の冒頭が長くなってしまいましたが、今回このご紹介する CR-V のグレードですけれども、ホンダ CR-V の EX マスターピースというグレードの車です。まあ、この CR-V の中では上級グレードというふうにお考えいただければいいと思います。駆動方式は前輪駆動と四輪駆動両方が用意されているんですけれども、今回紹介するのは前輪駆動です。 FF 方式の前輪駆動。さらには今回の CR-V にはガソリンモデルには3列シートの7人乗り仕様もあるんですけれども、今回ご紹介するのは5人乗りというモデルでございます。で、先ほど、まあ、ボディサイズがかなり大きくなったなというお話をしたんですが、まあ、サイズをまず申し上げますと、全長で 4605mm、まあ、全長はそれほど、びっくりするほど大きくはないんですが、やっぱり幅がだいぶ広くてですね、 1855mm で、高さが 1680mm というようなサイズでございます。まあ、これぐらいのサイズの割には 1.6 トンを割っておりまして、1560キロに仕上がっているというのも、まあ、割と思ったよりかは軽いなというふうに思います。で、この CR-V なんですが、まずはガソリンモデルから導入をしております。ガソリンモデルに関してはこの2018年の8月31日から発売されておりまして、もう一つハイブリッドモデルがあるんですが、これは11月の1日に発売するというふうにメーカーでは発表しております。で、まあ、先にですね、まずハイブリッドモデルはまだ発売をしていませんけれども、簡単に申し上げておきますと、ステップワゴンですとか、オデッセイ、それからアコードなどに採用されているスポーツハイブリッド IMMD という、インテリジェントマルチモードドライブの略だったと思いますけれども、この方式が採用されています。どちらかというとエンジンは発電で使うことが多くてですね、で、ある程度速度が乗っていてエンジンが効率がいいなという時にはエンジンが直接駆動になるんですが、ほぼ
発電用で結構電気モーターで走ると、まあ、これは以前ステップワゴンの試乗、ステップワゴンハイブリッドの試乗インプレッションでお送りしましたので、またそれもご覧いただきたいと思うんですが、まあこれも、試乗車が入り次第またゴーカーチャンネルでご紹介したいと思います。で今回、紹介するのはガソリンエンジンの方ですから、まずボンネットを開けてですね、実際にエンジンを見ていただきながらお話をしたいと思います。で、この CR-V のエンジンも、これも実はホンダでは最近よく使われている 1.5 リッターのターボエンジンです。直列4気筒の 1.5 リッターのターボエンジンです。まあこの図体で 1.5 リッターっていうとびっくりしますね。今従来モデルまでは 2.4 リッターが当たり前だったんですが、まあそれよりもかなり小さいエンジン排気量を搭載されるようになりました。で直接噴射ガソリンエンジンで、もちろん VTEC エンジンでございます。でターボ、さらには組み合わされるのは無段変速機 CVT が組み合わされております。最高出力は190馬力、140キロワットですね。で、最大トルクは240ニュートンメートル、24.5キログラムメートルを2000回転から5000回転という非常にこう日常で扱いやすい領域で最大トルクを発揮いたします。まあ、これは確かに、従来型の 2.4 リッターとほぼ同じトルクだなというふうに記憶しております。で、燃費ですが、国土交通省の審査値 JC08 モードでは 15.4km パーリッターというふうに、公表をされております。で、まあ、パッと見たところ、あまりこう飾り気がなくてですね、ちょっと最近の車としては寂しい感じもしなくはないですけれども、まあ、実際にこのガソリンエンジンがどんな走りかっていうのを、この後試乗で楽しみに見ることにします。それからまあこれももうここ最近ホンダの車 K の商用車までつくようになったホンダセンシングが装備されております。フロントスクリーンの上にはカメラ、それからミリ波レーダーが、ちょっと どこからあるかがちょっと分かってないんですけど、まあ、前の どこかのあたりからですね、出しまして、先進安全システムですね、こちらを用意しています。自動緊急ブレーキ、それから、白線を越えそうになると警告、ステアリングを戻す機能、それから、まあ、最近特によく分かったんですが、高速道路などを走って、ステアリングにあるそのスイッチを押しておきますと、白線の中央を走るように結構車の方からハンドルを動かしていってくれるというような機能もついていて、私も、まあ、実はもうゴーカーチャンネルでもご紹介しましたが、フリードのハイブリッドを、沖縄でレンタカーを借りた時にですね、このステアリングアシストに大変感激をいたしまして、もうフリードのクラスでこういうものがついているのかって驚いたんですが、まあ、この CR-V にもそれが装備されているわけでございます。まあ、その他にもいろいろインテリアの使い勝手ですとかトランクルームの使い勝手いろいろあるとは思うんですけれども、まあ、まずは概要としてはこんなところで、これから、荷室空間、室内の広さ、それから使い勝手、試乗というふうに、続いていきますので、どうぞ引き続きご覧ください。